わ。今日は2種目で決勝に残っています。ゆかに続いてあん馬の決勝、19歳千葉健太です。はい、彼は非常に旋回のスピードがある、いいあん馬をする選手ですね。はい、ゆかは8位でしたが、あん馬はどうか。18歳、清風高校を卒業して順天堂大学1年生、振り上げからの瀬谷倒立。はい、瀬谷倒立よく、綺麗に決まりましたね。はい、そして一つのトネルの上でいいフロップ。はい、旋回の腰の位置が高いですね。その流れのまま B コンバインへ決めました。スピンデル。はい、いいですね。はい、難しい技を決めてきています。はい、今まで、よどみなく決まっていると思います。はい、ロスの後前飛び移動、はい、芝の移動、あとは檻に向かっていきます。綺麗に決めました。いや、流れ非常に良くて、ほとんど減点するところが見当たりませんでしたね。はい、着地した瞬間に笑顔、そしてこのパフォーマンスです。先輩にやれと言われたんでしょうかね。はい、彼は、はい、清風高校の後輩なんですけど。そうですね、はい、かわいいですね。そうですね、小林健也さんも清風高校出身です。まあ、先輩に非常に大学でも可愛がられているそうですね。はい、そんな中このまとまりのある演技です。まあ、ゆかでも決勝に進みましたし、オールラウンダーとして、まあ、同級生の谷川とともに、まあ、内村を脅かしていってほしい存在ですね。そうですね、彼もまだ1年生なので、はい、まだまだこれから頑張ってほしいです。千葉があん馬もいい演技をまとめてきました。千葉のスコアが出ました。現時点でトップ D スコア 6.2、 技の綺麗さ E スコア 8.85。 この E スコアは見事ですね。そうですね、あん馬で E スコア 8.85 というのはなかなか出せる点数じゃないですね。4人終わって初めて15点台、 15.050 で現在トップに立っています。